なのです、まあ、信じられないことですけれども、そのほぼ軟禁状態でですね、あの若い方が地震後もう8年9年そういう、まあ、イオンだとか声優だとかでウォルマートだとかの服を着て歩けと言われてる、そういう原始的なことはですね、私はあまり若者の可能性をあの潰してしまうようで、とても日本人のやるようなことだと思えないんですけれども、おそらくそういう人たちの事情はですね、東京がものすでに1890年代からアフリカンジャパニーズだったと、アフリカンジャパニーズというよりはですね、アフリカ人がそのままですね、あの日本名を取って日本人化していったっていう、もう日本あのアジア人の形跡がない方々ばかりでしたから、相当その第一次大戦の引き金になった明治維新からです、ね、全く変わってないって。でアメリカのですねシカゴとかそのインディアナ州のあたりっていうのも、もう、60年代からもうダメだったので、かなりですね、まあ、状況としては似ているっていう、何があったんだろうってことを、まあ、なかなかその情報公開してオープンにすればいいのにしないってことは、それだけですねこちらに何かその、まあ、1890年代からですね、定住しても日本人化してるって。なのでその例えばですねカンヌとかですねカナダの、フィルムフェスティバルにですね、向こうの白人圏 の映画のあれイベントに、まあ、日本人として出演しているですね、例えばあのビートたけしとか、あとそのフジテレビ関係のですね JAL が墜落した後にロシア機が撃墜した後にあのブレイクした俳優とか全部違うんですね、まあ、彼らはですね日系移民って言われたらとっても嫌がるんですけれども、もう1890年代からそうだったので、相当ですね、まあ、日本人になりたいとして、その、まあ、日本人女性と結婚してた方もですね旧国鉄にいましたね。その女性の方はその、まあ、あのアフリカ系だと知らずに結婚していったわけですけど、日本人だと思ってですね国営企業だからと、恐ろしいなって。で生まれてきた子は黄色かったって話を聞いたことがあるんです。95年のことですけれども、なので民営化からですねもう本当にずっときな臭い状態が続いている。で地下鉄サリン前後でですね TBS 系のあのロックバンドのマショーティーですね、こちらの方々ばかりですけれども、でこの映像により刷り込みを着々と、まあ、の日本の歴史の教科書世界史のですね、からですね全く変わってない、あの定時18世紀1802年からですね全く変わってない、こちらからどんどん、まあ、許してしまっていったのも、アメリカで言ったらやっぱりあのツイストしたですねツイストしたトライアングルのマップです、ね、メキシコからドミニカからって、まあ、北米を目指すってノースアメリカを目指すって この動きと全くか同じなんですね。本当にあの、そうするとあの不気味な、なんですけども、まあ、あのその、これだけあの、まあ、複雑だとですね、まああのまだ何も変わってないんですね100年経っても、あの、ただその年数が経って日本人化したアフリカンジャパニーズがまあたくさんいて、まあ、ほとんどそれがですね経済でインペリアルをジャパニーズインペリアルをですね支えているってこと、なので、まあ、そうですね、私もしつこいですけれども、あの、ペールホワイト、ペールホワイトと言ってですね、サウスチャイニーズはダメだとかそういうこと言ってるんですけれども、なのでその、あの、今その芸能人でですね、テレビのチャンネルがいきなり増えたのも、まあ、ASEAN のことがあってですね、増えましたけども、全く日本人がいないっていう、それほどですね、偽造健康保険証は当初だから、ほんの50年前まではですねテレビ関係人向けの芸能人向けの医大っていうのが2つしかなかったんですけれども、それがあっという間にですねあのユダヤ人の大量に産んで占拠してしまって、まあ、最近うまくようになったっていう、まあテロですよね。それを個人で放送してるんですけども、テレビ局は何のその、フェイクニュース以外は何のあの、まあ情報をもう日本人にとってはですね、いられなかった。で、あの90年代から2000年代にですね、まあ、そうしたその板橋のサイクルショップの方があの三木本をですね正社員アフリカ人がですね100
100年前からいるって。そういう方は今埼玉に引っ越しましたけれども、こちら土地を売ってですね、なんですけれども、そうした真実っていうのを語らせないためにですね、メディア関係は、このフィリピン系とかですね、ベトナム系を全部固めて、まあそういうその、まあ、服飾関係、ファッションとかですね、そういう、ことになって、元は、まあ、だからナポレオンの時代からさらにエスカレートして巧妙になってるって時代なんですけれども、そうですね、だからその、全く割れるびれる様子もなくですね、窃盗を繰り返しては警察官が一緒にやってると、でしまいにはその、偽造健康保険証の件をですね、林郷元医師とかですね、ホワイトコリアンドクターとか、着々と侵略しているっていう、まあ、それは浅草ショービズがですね過去50年間成功してきたからって、もっともっとですね、放火で興行収入を得ていたっていう、従業員のお給料を払って 100年以上続いている浅草ショービズとですね、で船橋にも放火して、という、まあ、どんどん減ってるわけですけども、それはもう、しょうがないですね。ここをどうしてアフリカンジャパニーズがですね、ここで自転車屋さんをやっていたっていうのがとっても、慶応大学を出てですね、あ、そうです。だからその方がですね、卒業するときに卒業パーティーにですね、フジテレビアナウンサーの荒瀬さんという方と、深川亮さんというコメディアンの方ですね、が卒業式のパーティーのですね、挨拶したって言ってましたけど、かなりアフリカ系の方が慶応大学とか東京で牛耳っているって、なので、まあ、その方はとってもですね、ちょっと不思議な方で、とっても小さい、背の小さい方だったんですけれども、149センチぐらいしかなくて、あんまルックスはアフリカ系なんですけれども、とてもプライドが高くて、よくそのフジテレビの荒瀬アナウンサーの話をしてましたね。石なんとか選手とですね、再婚しただの、ものすごく詳しくって、だから東京の方ってちょっと異常なんだなって。東京の方っていうのは、まあ、アフリカ人で、そのこちらのですね、ココリコのと田中さんと遠藤さんのファデビュー前からファンだったって方もです。だから相当そのこの武蔵野五稜のですね、昭和エンペラーの、グレーブヤード、この辺がですね、まあもう日本人ではないので、